コリドールはコマの移動と壁の設置によって先にゴールに到達することを目指すフランスのボードゲームである。1997年にギガミック社から販売された。作者はミルコマルケ氏。1997年のメンサゲームアワードに選ばれている。4人プレイ時のコマの初期配置。2人プレイの場合は赤と青だけを使用する。マスの上の 最も手前側の列の真ん中に自分のコマを置いてゲームを始める。各プレイヤーは合計20枚の壁を同じ枚数だけ持つ。自分のターンにコマを1マス動かすか壁を1枚設置するのどちらかの行動を行い順番にターンをお進め最初に自分のコマが最も向こう側の列にたどり着いたプレイヤーが勝利となる。コマが移動できる場所。駒は 壁で遮られていない場所に前後左右に1マスだけ動かせる。斜めには動かせない。また、相手の駒と隣り合った場合は、相手の駒を飛び越えることができる。ただし飛び越えようとした先に壁がある場合は、相手の駒の両隣どちらかに移動することができる。壁は A のように2マスにまたがって設置する。B のようには置けない。壁はマスとマスの間に、 2マスににがるように設置しなななければならない。他の壁と同じ場所に設置することはできないが、壁と壁の間を通すような形であれば、設置することができる。また、相手がゴールにたどり着けなくなるような置き方はできない。必ず一箇所以上、ゴールへの道が残るような置き方をする必要がある。ありがとうございます。